皆さんこのメロディ知ってますか？知らない。ご存知じゃない方はよく聞いてください。聞いても知らないよ。思い出しましたか？はい。タイタニック、はい、タイタニックです。今日はタイタニックのお話を始めさせていただきます。タイタニックは世界中で一番大きくて、一番速くて、一番美しい船で、1912年4月10日にイギリスからアメリカへ向かって出発しました。それで船を出て4日間になりまして、みんな楽しんでいましたけど、そのひどい夜、大きな氷山とぶつかって、タイタニックだんだん沈んでいきました。船に救命ボードがあって、2200人の中で半分以上人々が、助けられて、あと半分以上人々が船に残されて亡くなりました。それは大変な悲しい思いでした。このメロディを聴くこと、タイタニックという素晴らしい船のことをよく思い出さないのではないでしょうか。みんなタイタニック映画をご覧になった方と、ご覧にならなかった方も、ぜひもう一度タイタニックをご覧になってください。ありがとうございます。